はい、皆さんこんにちは、ロックオンカンパニー竹本です。世間ではポケモン GO 盛り上がっておりますけれども、ロックオン夏祭りではあちらの輪投げを今やっておりますので、漏れなく参加できますので、ぜひご来店ください。はい、で今日の、レビューはこちら、アンテロープオーディオが満を持して放つフラッグシップゴライアスです。はい、実際アンテロポーディオというと、皆さんの方としてはあのワードクロック、クロックジェネレーターのメーカーとして、はい、認知されていることと思いますけれども、はい、こちらのフラッグシップゴライアス、ゴライアスの方には、実際第何世代の、クロックが搭載されているんでしょうか。はい、ですね、こちらのゴライアスに搭載されている、クロックのシステムといたしましては、現在、アンテロープオーディオで、最新のものに搭載されている、第4世代の 64bit AFC テクノロジーが搭載されています。はい、でこれはですね、マスタークロック、弊社のマスタークロックでいうと、例えば OCXHD だとかトリニティと同等の、クロックのテクノロジーということになります。OCX やトリニティと同じということは、実際、10万から20万のクロックが入っているのと同じということですよね。はい、まさにその通りですね。そういった精度の高いクロック、それに、豊富な IO が、一つになったインターフェースという形になってますね。ということは考えようによっては30万円台のような、ハイエンドのインターフェースと、クロックを同時に買ったようなシステム、それが1台に詰まっているというようなことが言えますね。はい、はい、まさにその通りです。次のテーマは、DSP エフェクト、こちら、実際 DSP エフェクトでも、まあ、各社インターフェースどれもついてますよね。そうですね、今各社頑張ってますもんね。そうですよね。で実際このエディターソフトウェア上で、まあ、はい、各種エフェクトがさせるっていうのは、まあ、実際当たり前のように思えるんですけれども、はい、実際このアンテロープオーディオの、ゴライアスに搭載されているこのエフェクトに関しては他社と比べてどこが違う点になるんでしょうか。はい、ありがとうございます。アンテロープのですね、こちらのエフェクトに関しましては、まず、DSP ベース、FPGA というカスタマイズの DSP ベースで動くエフェクトになっております。実際これ画面に映ってるのは、まあおなじみの、NIVE だったり API だったりみたいなグラフィックだと思うんですけど、このあたりどうなんでしょうかね。ですね、こちらの、エミュレーションに関しましては、サーキットベースで、出音に関してモデリングしているわけではなくて、サーキットベースでこちらエミュレーションとなっております。じゃあ回路設計そのものを FPGA の方にプログラミングしていると。はい、そういうことですね。あ、ってことはつまりノブを動かした時の回路の動きだとか、まあ、そういった点の音じゃなくて線の振る舞いっていうんですかね、はい、そういった部分をパッケージしてモデリングしてるってことですか。そうですね、まあ、そういうところを含めて忠実に実機に、近づいているということですね。なるほど、まあ、こだわりがもう半端ないという感じのアンテロープのですね、プロダクトに対する意識が出てますよね。はい、で実際このエフェクト今回プラグインとしては動作をしないんですよね。残念ながらですね、プラグインとしては動作はいたしません。先ほど申し上げた通り、こちらのエフェクトは、このゴライアスの搭載されている FPGA ベースのエフェクトとなっておりますので、 DSP ではなくこのゴライアスの中で動いているということになります。そして最後3つ目は、操作性ですね。実際ゴライアスは、今回4方向からの、アクセスができると伺ったんですが。はい、そうですね、まず最初はこの、本体から、もちろん操作できるんですが、こちら、ディスプレイ、見ていただくと分かると思うんですが、うん、ちょっといじりますね。はい、このように例えばモニターのボリュームノブでいじってるんですが、うん、それ以外に、今これミュートになってるんですけど、こう触ってミュートを外す、つまりここタッチパネルになってるんですね。うんうん、はい、でこういったまず実機から、操作するっていうのが1点で、もう一つは、こちらですね、パソコンに、つないで、そのパソコンの中でコントロールパネルというところから、設定をしていただくというのが2点目、はい、で、3点目がですね、これもう1台例えばパソコンが
同じローカル上にあった場合にそのパソコンから、操作するということ、遠隔操作ができるということです。で4つ目はですね、こちら、現在まだちょっとリリースされてはいないんですが、そのうち、リリースされるんですが、4つ目がですねアプリでの操作になってます。 Android、それから Mac、iOS、 こちらの、ソフトウェアを使って、リモート操作ができるようになるということですね。なるほど。で実際今回その皆さんが、最も多く使うであろう、こちらですね、こちらのエディターソフトウェア、はい、で正直ちょっとこれパッと見た時ですね、これルーティングの画面なんですけど、普通に今までトラックにこうスロットがあって、プロセッサー挿すみたいな感覚で使ってた、ソフトウェア世代からすると、パッと見ちょっととっつきづらいかなってぶっちゃけ思っちゃったんですけど、言っちゃうんですね言っちゃうんですね、おっしゃる通りだと思います。パッと見た時にそのここで今ご覧いただいている画面っていうのは何する画面かというと、その入ってきたその音をですね管理する、ルーティングの画面になってるんですけども、こちらどういったことになってるかっていうと、言ってみればパッチベイなんですよね。スタジオなんかに置いてあるパッチベイですね、はい、シグナルをどこからどこに飛ばすというパッチベイをここで再現しているという形になってます。で、とっつきにくい、その使い方がわからないっていう方に申し上げるとですね、そのエンジニア的な感覚でいくとですね、スタジオとかに入った時にそのスタジオ特有の変なセッティングだったりとか、あと例えば前のセッション、前のエンジニアさんが使ってたそのケーブルワイヤリングがそのまま残っているというのは絶対ありえないですね、でそれで言うとこのパッチベイ、そのコントロールパネルで、できることっていうのはものすごく自由度の高い、ルーティングが可能になってます。なのでそういったアナログの実際のスタジオの中で起こってることっていうのが、ここでこうやって、表されてるっていうことですね。じゃあ実際さっき の FPGA のプロセッシングが、DAW の外部のような感覚でかかるっていうのも、はい、こういった部分に起因してるんですね。そうですね、もうそこを一貫してやはりそのアナログのコンセプトに基づいて作られてるっていうことでしょうね、なるほど。いかがでしたでしょうか。ゴライアス、こちら第4世代のクロック、そこから、生み出されるサウンドクオリティだったり、先ほどの、サーキットベースの、モデリングエフェクト、実力も含めまして、実際ゴライアス店頭で、もう国内最速で、店頭展示を行っておりますロックオンカンパニーの方で、もちろん視聴が可能です。ですので、店頭の方で実際アウトボードとね聞き比べなんかしても面白いと思いますし、そういったサウンドをじっくり、比較していただいて、お客様のシステムの、核としてですね導入いただければと思っております。